あれ出されたら大喜利できないじゃん、あれが一番面白いんだもん。もう立ち笑いいただきました。今すぐに消えたい。おめでとう、はい、決まりましたバンダイマニア。ガザマソン、どうもガチョウスです。元気もにもにもよちゃんです。やっほー、みななんです。緊急大喜利企画、イエーイ。今日バイバイってしたい気分です。なんかね、なんかちょっと大丈夫かな。皆さん、今笑いは足りてますか？足りてます。足りてないですよね。寒くてこう身も心もキューッと縮こまるこの季節、はい、私たちに足りてないものは身も心も温まる、そう、笑いです。どういうこと。十分だったと思うよね。はい、ということで、そんなことないそんなことないそんなことない、まだまだ足りてません。足りてなかったのか。前もさ、バンマイで大喜利企画やっても大爆笑の嵐だったじゃない。あ、確かにコメントも2万件ぐらい。あ、ね、そうそうそう、ありがとうございます。大爆笑だったね。ね、私も大喜利やりたいなっていうことで、今回はみんなで大喜利企画をやりたいと思います。まだこの子はやけどという荷物を知りません。今日知ることでしょう。いや、今日も大爆笑の嵐間違いなしですよ。怖すぎる。怖いな。そしてね、番組後半では第5回バンマニコンテストの結果発表をしていきたいと思うので、ぜひ最後までお見逃しなくお願いします。それでは早速やっていこう。不安しかねえ。バンマニ、今回の大喜利は3枚の写真をお題にしたいと思います。私たちそれぞれ写真を撮ってきましたので、こちらをご覧ください。はい、こんな感じでございます。大丈夫かな。めっちゃ癖が強いやつあったね。何が、どうした。ちょっとやばい。あれ出されたら大喜利できないじゃん。あれが一番面白いんだもん。テーマ決めようと思って、うんうんうん、やまあ、季節は、まあ、うん、肌寒いって言ってたから、まあ、お正月なのよ、私の中で。なるほど、いといった、うん、次の干支は虎年、はいはい、あれがモニターなりの虎ね。あ、そう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 。ガチでなんかチョコもらってるよ。あ、僕はそうですね、まあ、この 5,6 年バレンタイン1個もらってないんで、ちょっと夢が叶いました、大喜利の中で。やったじゃん。何書いてあるんだよね、あれ ね。僕の5年越しのバレンタインチョコ、開けたら何か書いてあるがお題です。じゃあガチャスはバレンタインがテーマだったんだ。そうですね、私は無駄にサンタさんをさせていただきました、はい、どういう気持ちなのかをこう、はい、笑いにつなげたいよね。そうだね、それを想像しながら皆さん大喜利考えていただければと思います、はい、まずは私たちがこのお題を使って実際に大喜利やってみたいと思います。 お手本にね。はい、で割り振りなんですけど、はい、まずガチャスはモニちゃん、モニちゃんは私の写真、はいはいはい、で私はガチャスの写真を使って大喜利していきます。ちょっと待ってくれよ、これを処理するの、これで何。嘘だろ、できるよそういうの。よくないよ。ということで、はい、シッキングタイムは3分間なので皆さん考えていきますよ。はい、はい、終了。カン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 。いやー、皆さんどうですか、はい、で、あれちょっと浮かない顔してらっしゃいます、うん、すごい、前回大やけどしたのがフラッシュバックしてる今。あれ、いや私もなのよ。すごいテンションが低くなっててびっくりしてるんですけど、あの発表いっちゃっていいですかね。やけどする前に、まあ、うん、最小限で抑えたいので最初に行かせてもらって、まあ、どうぞ。じゃあまずガチョスからどうぞ。あれ言っちゃいけないやつだ。どんなこと書いたのって思われてるよ今。書き直しお願いします。書き直せ、わかりました、はい、書き直しやり直し。ガチョスに書き直してもらってる間に続きはどっち発表する？なんか先の方がやけどのあれがね、ちょっと弱いんじゃないかって思うので、うん、おうおう、先行ってもいい？あ、じゃあお兄ちゃんお願いします。ハロウィンにこれはダメなの？よしよしよし、刺さってるね、みんな。一笑いいただきました。なるほど、うん、私完全にクリスマスのつもりで撮ったんだけど、これ仮装だったのか。はいはい、そうそうそう、すごい、さすが先輩。じゃあ次私行っていい？はい、お願いします。はい、じゃあ発表します。ガチョス、貸したお金返して。面白いじゃん。はい。え、
5年ぶりにチョコもらったと思ってたら、お金貸したっけ。1枚目の写真、実はこれ私なんです。おお、私がチョコレートをあげる人をやってたんですけど、うん、ちょっと前にガチョスにお金を貸していて、ちょっとまだ帰ってこないな、貸してほしいなっていう気持ちを渡したっていう設定です。待って、これフィクションだよね。あ、大丈夫大丈夫。そうだよね、現実は大丈夫。そんなガチョスさん、はい、かけてるんじゃないですか。ないですよ、もう今日の動画が面白いと思ったら。いや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 、続けますよ。笑うぞ、絶対面白いんだろうな、楽しみだな。この前助けてもらったトラです。はい、ということで今日の動画が面白いと思ったら、待って待って待って、終わらないで、また会いましょう、バイ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 。今すぐに消えたい。え、いいじゃんいいじゃん、そこの流れも込みで面白かった。斎藤はね、どうあれ。おい、こうなるんですよ、みんな、わかりました。やけどっていう文字が見えましたよね。でも私たちやけどしてないよね。やけどしてない。まあちょっとガチャス落ち込んじゃってますけど、皆さんにもね、この大喜利挑戦してもらいたいと思います。ワンダースクールで第6回バンマニコンテストとして募集するので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。開催期間は本日12月14日から来年2月13日までです。入賞すると豪華景品ももらえますので、ぜひぜひどんどん応募してください。バンマニ、続いて第5回バンマニコンテストの結果発表に移りたいと思います。改めまして、10月9日から11月30日までの間、ワンダースクールの第5回バンマニコンテストで、私ミナナのキャッチフレーズを募集していました。皆さんたくさん応募いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、たくさん集まったね。そうね、ミナナね、めっちゃ悩んでたよね。何週も何週もしてコメントも読んでっていう風にすごい悩んだんですけど、作品を決めさせていただきました。今回入賞作品を5つ、そして特賞の作品を1つ決めさせていただきました。選ばれた皆様にはクオカードをお送りいたします。そして特賞に選んだものは正式に私のキャッチフレーズに採用させていただきます。どの作品が選ばれるんですかね。気になりますね。楽しみ、こっちも。はい、それでは発表していきます。どうぞ。バンマニ入賞作品1つ目は、笑顔のサンキャッチャー、ミナナンです。はい、こちらワンダーランドさんの作品です。おお、サンキャッチャー。サンキャッチャーっていうのは、太陽の光を反射していろんな方向にキラキラキラってするインテリアなの。サンキャッチャーみたいに笑顔を振りまいていくよみたいな願いが添えられてるのかな。その言葉のチョイスでこのサンキャッチャーって選んでるのがすごいな、素敵だなと思って選ばせていただきました。じゃセンスある。続いてハッピーラッキーミナナンです。こちらは287723の作品です。こちらは声に出すとすごい語呂が良くて、なんかウキウキする感じがすごく好きだなと思ったので選びました。ハッピーラッキーミナナンです。いいね。続きまして、笑顔の宅配便ミナナンだよ。こちらはモモマメさんの作品です。桃豆さんはたくさん応募してくださったんですけれども、こちらの作品は私が自己紹介動画で笑顔を届けたいということを話していたから、きっとこの宅配便っていうワードを選んでくださったんだなと思って、そういうところに愛を感じて選ばせていただきました。最初の動画見てくれてるの嬉しいね。嬉しい。続いてはこちら、スマイル発射ミナナンです。こちらはリンリンさんの作品です。あの、応募した時のコメントで書いてあったんですが、スマイル発射の射っていう字と、うん、私の星座がいて座、うんうん、だからそのいて座のいっていう字が一緒なの。あー、はいはいはい。でここを掛け合わせてくれてるって書いてあって、うん、すごい発想だと思って選びました。それすげーな。みんな発射使えるね、うん、ちょっと性能が、あ、まあ取っちゃダメよ。あ、そうだ、ミナナのものだからね。俺らはダメです。続いてこちら、ミナナンこんにちは、ミナナンです。はい、こちらはミントパフェさんの作品です。わかった？ミナナンこんにちはって、ミナさんとミナナンをかけてるの。あー、ちょっとなんか急に自分ミナナンがミナナンこんにちはってやった。違う違う違う、そういうことか。すごいユーモアがある感じがして気に入ったので、こちらを選びました。では、いよいよ特賞を発表します。みんなを笑顔に、ミナナンです。はい、決まりました。もうポーズまで考えてるやん、うん、こちらはセイナさんの作品です。
ちら選んだ理由なんですけど、最初の自己紹介動画で私はバンマニでみんなに笑顔を届けたいですっていう抱負を話していて、ちょっと他にもあのテニオーハーが違かったり絶妙にこう違う言い回しの似ているものもあったんだけど、これが一番私の思いがストレートに伝わって、で言いやすい買ったのでこちらの作品選ばせていただきました。やっぱこうやってさ、たくさんいろんなアイデアくれるとめっちゃ嬉しくない？確かにね、僕らなんか会ったりとかさできないじゃん、見てくれてる人と。だからこういうなんかワンダースクールとかを通してこうコミュニケーション取れてるっていうのがすごいな、心が温まりましたね。温まったね。皆さんの思いを胸いっぱいに受け止めました。あ、せっかくならさ、ちょっとバンダイマニアンからさ、通してやってみようよ。あ、やってみますか、はい、今後のね、今後のね、そう、ちょっと練習のためにも。じゃあ、いきますか、準備いいですか、ヤッホーから卒業します。はい、じゃあいきます。バンダイマニアン、ガチョンガチョン、どうもガチョスです。元気もにもにおれちゃんです。みんなを笑顔に、みななんです。はい、というわけでこんな感じのね、挨拶になります。まとまってる、来ましたね、ついに。ガチョスがガチョンガチョンって言って、はいはい、モニちゃんが元気モニモニって言って、はい、ちょっと名前とかかってるじゃない、うん、私もかかってるんだよ。ほうほうほう。みんなを笑顔にっていう、みとなが、みんななんとかかってるの。あ、だからこう指こうやったね。そう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 、みんなを笑顔に。はいはい、こうなるとガチョンガチョンってなんだよ。めっちゃ思う。よく分からず使ってます、僕も。自分でやっ、はい、考えたのね、はい、これからはね、うん、みんなこの挨拶でやっていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあね、もうすでにあの何本か動画も撮ってるので、うん、まあすぐに明日の動画からとかっていうわけではないんですけど、はい、徐々に変化していきますので、うんうん、いつ変わるかなっていうのも楽しみにしながらバンマニを見てください。お願いします。バンマニ、今日はみんなで大喜利に挑戦して第6回バンマニコンテストの発表、そして第5回バンマニコンテストの結果発表を行いました。いやー、もう無事にみななんの挨拶が決まって僕はホッとしましたよ。よかったです。やけどのことなんて忘れちゃったよね。すごい良かったですよね、挨拶ね。めちゃめちゃ、ね、とても素敵なキャッチフレーズつけてもらってすごい嬉しいです。これから使っていけるの楽しみにしてます。で、大喜利もすごい楽しかったんですけれども、皆さんにもこの大喜利をねぜひぜひ挑戦してもらって、あのガチョスのようにやけどを負わないように気をつけていただきながらぜひ皆さん、あの、はい、本当にこれおもろいっていうやつをめちゃめちゃ送ってください、うん、あ、まあ、あ、そんなおもろくないなと思っても送ってください。僕より多分面白いです大丈夫です。第6回バンマニコンテストは今日から来年の2月13日まで開催します。詳しくは概要欄の URL をチェックしてください。皆さんの超超超ハイパー力作をお待ちしておりますのでお願いします。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。マジで火傷しました。バンマニではバンダイの商品やサービスの情報をお届けしています。今日のおすすめ動画はこちら。みんな見てねー。